アルコセニョーラとは日本の元競争馬である。馬名はスペイン語でそれぞれ虹と女性を意味するアルコ、セニョーラが由来となっている。2006年8月5日に新潟競馬場で行われた2歳新馬戦でデビューしたが5番人気で2着。続く未勝利戦は1番人気で3着。そしてデビュー3戦目の未勝利戦を制し初勝利を挙げた。初勝利後は 格上挑戦で重賞初挑戦となる、KO 杯2歳ステークスに出走したが12番人気で11着。その後も、自己条件の黒松賞で10着、2歳500万下のレースで11着と大敗が続いた。2007年、春名賞は13着だったが、金銭化賞で14番人気ながら4着となる。3月17日には再び格上挑戦で、フラワーカップに出走し、 15番人気で4着、続く、ミモザ賞では6着、スイートピーステークスで10着だった。6月の3歳上500万下のレースでは、勝ったエアマグダラと首差で2着となり、続く、オリヒメ賞を制し2勝目を挙げた。続くシナノ川特別は2着だったが、格上挑戦となったシオンステークスを制し、3勝目を挙げ、第12回収箇賞への優先出走権を獲得した。 しかし本番では10番人気で11着と大敗の結果に終わった。週火賞後は福島記念に出走し、51キロの恵まれたハンデキャップを活かして重賞初勝利を挙げ、11月29日に発表された重賞オープン特別競争レーティングでは100ポンドの評価を得た。その後、愛知杯に出走するも7着に敗れた。 2008年の中山品馬ステークスでは11着だった。続く、福島品馬ステークスは13着、ビクトリアマイルは18着であった。戦場をローカル開催に移し、福島競馬場での福島テレビオープンは4着、七夕賞は12着という結果であったが、8月31日の新潟競馬場での新潟記念では、16番人気だったが、武士、 沢有二の後期場で直線見事に抜け出し、福島記念以来の重賞二勝目を飾った。しかし、府中品バステークスでは8着だった。続く、エリザベス女王杯では7着だった。続く、中日新聞杯では、見せ場なく12着に終わった。2009年の初戦は2歳暮れ以来となる、ダート戦 TC 形状を逆に出走したが、見せ場なく12着に終わった。その後、 芝に戻って3月15日の中山品馬ステークスに出走するも12着と大敗した。続く福島民放杯では後方から追い上げるも7着に敗れた。続く4月25日の福島品馬ステークスでは金層の不振から11番人気と評価を落としていたが最後の直線で馬場の内側から伸びて2着と構想した。しかし、 本番のビクトリアマイルでは終始後方のまま14着に終わった。その後、6月21日の福島テレビオープンでは後方から追い上げてくるものの6着に終わった。続く7月12日の七夕賞では道中後方で待機し、最後の直線で追い込んでミヤビランベリの2着と構想した。そして連覇をかけて新潟記念に出走。一番人気に支持されたが、 直線で伸びあぐねて5着に終わった。続く9月12日の朝日チャレンジカップでは、後方から追い上げてくるものの7着に敗れた。続く10月11日の京都大賞展では終始、後方のまま13着と惨敗した。その後、3歳時に優勝した福島記念に出走したが見せ場なく9着に敗れた。続く12月19日の愛知杯では終始後方のまま13着と惨敗した。 2010年の初戦は1月24日のアメリカジョッキークラブカップに出走したが、見せ場なく8着に終わった。続く3月14日の中山牝馬ステークスでは、終始後方のまま13着と大敗した。続く4月24日の福島牝馬ステークスでは、後方から追い上げるも4着だった。本番のビクトリアマイルでは終始後方のまま、ブービーの17着に終わった。 7月11日の七夕章では、後方追走から直線で、馬場の外から追い込んでくるもさらにその外から追い込んで、来たどもならずにかわされ2年連続で2着となった。その後、大倉に遠征し、8月1日の小倉記念に、出走するもいいところなく9着に敗れた。8月29日の新潟記念では、見せ場なく14着と惨敗した。11月20日の福島記念では、 後方追走も直線で伸びあぐねて8着に終わった。2011年の初戦は1月5日の中山金杯に出走したが終始後方のまま13着。ダイヤモンドステークスは10着。大阪、ハンブルクカップは15着と大敗。新潟大賞店では美術欠発症のため競争を中止した。5月12日付で競争場登録を抹消された。 北海道新日高町の畑山牧場で繁殖品場となる。ありがとうございます。